この度はご迷惑をおかけいたしました。早稲田大学の男子学生3人が大麻取締法違反容疑で逮捕された事件。大学は昨日新たに2004年から今年にかけて別の学生4人が逮捕されていたことを明らかにした。キャンパス内に広がる大麻の汚染、早稲田の学生たちはやっぱりうちもあったかなっていう、絶対あると思ってたんでね、そんなにびっくりはしなかった。友人の友人だったりする子は結構やってるって言ってましたけど、間違いなく出てくると思うんですよね。やっぱり早稲田大学のそばにある飲食店の経営者は、関東学院があってさ、慶応があってさ、早稲田ってこんだけいるんだから4万もさ、だから絶対あると思ってる、別に驚かないですよ。事件を受け早稲田大学は全学生およそ5万5000人に対して大麻の使用実態についてのアンケート調査を実施することを明らかにした。学生たちはどんなルートで大麻を入手していたのか。一番ポピュラー、携帯電話を1個入手して、もうそれにある程度お客が入ってるんですよ。大体その携帯が1台10万ぐらいだとしたら、その中に偽名だと思うんですけど番号が入ってて。そう語るのは、数年前まで都内を中心に大麻を売りさばいていた30代の男性2人。当時から客の半数が学生だったという。そうですね、専門学生っぽい言葉が専門学生は多かったですね。服飾系とか美容師系の子もいたし、じゃあもう10代後半ぐらいからもう20代頭ぐらいの人が多かったですね。そのルートと携帯がセットで、でそこに電話がかかってきます。そうすると、自分で一応在庫を抱えないようにして3時間ぐらいもらって、あるところに取りに行って、で基本的に直接でしたね、自分がですね。大麻の受け渡し場所といえば、かつては繁華街というイメージがあったが、ここ数年変わってきているという。急行が止まらないような、渋谷とか新宿ではない一個ずらした駅とか、ホームで、いや、だいたい分かりやすいコンビニとか、 あとは自販機が並んでるような場所とか、ガード下とか、ありましたけど、それは日によって変えていかないと。実は彼らもかつては大麻の常習者だったという。有名になり始めたのは、なんすかね、本当に興味本位ですね。最初に進めてきたのも、某一流大学附属高校の人が、受験勉強のために使ってたのを。コンビニなど、身近な場所が売買に使われるようになった。大麻は、他の薬物への入り口に